中年オタッキーです。いよいよね、お盆休みにね、入ってる方も多いとは思いますが、まあこれ撮影してるのは実はまだ金曜日なんですけどね、かなりたくさんの車がね、田舎に向かってる感じで、帰省ラッシュになっております。今ちょっと落ち着きましたけどね。でね、今日はこいつの動画を撮っていこうと思います。これね、はい。これね、ロシアンライカってやつですね。以前も登場しましたけどね、ゾルキー 3S、レンズもね、そのゾルキーについていたジュピター8ですね。で、今回はね、ロシアのね、ロシアの、フォーカスっていうね、フィルム。これソビエト社会主義共和国連邦で、製造されたカメラ。これに、ロシアのフィルムを入れて、まあ、純ロシアカメラというノリでね、撮影しようと思いましてね、今回撮影してきました。フィルムはね、ドリームロコモーティブ様から提供いただいたものになります。非常にね、良い写りをするフィルムなんですけどね、ちょっとまあ、フィルムベースがペラペラに薄くてね、使いにくいことは使いにくいんですが、良い写りをするフィルムなんですが、果たしてね、どのような、写真が撮れたのか、やっていこうと思います。それでは動画スタート。はい、それではね、このカメラの紹介をしていきますけどね、このゾルキン 3S、これ 3C って書いてありますけどね、キリル文字、ロシアの文字なんでね、C で S なんですね。でね、発売年がね、ちょっと個人のブログになりますが、ゾルキー 3、3M、3S と3種類ね、ゾルキー3シリーズはあるようですね。で、このゾルキー 3S は1955年から56年、1年間製造されてまして、製造台数がね、45,572台だそうです。ゾルキー 3M に対して、軍艦部デザインを変更、シンクロ接点を設けたモデル。ゾルキー 3M は低速シャッターと高速シャッターを一軸に統合したモデルということですね。まあ、ライカ、バルナックライカ、のコピーにはなるんですけども、一応シャッター速度はね、全部一軸で、統一されておりまして、まあ、使いやすいといえば使いやすい、カメラになってますね。で、レンズの方はね、ジュピター8ということで、カールツワイスゾナーのコピーになるはずです。で、ファインダーはね、まあ、結構ね、綺麗なファインダーで、倍率、もう見えにくいけど、等倍ぐらいかな、多分等倍ですね。等倍でね、二重像もね、結構わかりやすいんですけど、とにかくアイポイントが低いです。もう目ん玉をね、で、ファインダーの中に目ん玉を入れたいぐらいね、アイポイントが低いんですね。ローアイポイントって感じなんですけどね。シャッター速度はね、1000分の1秒から、25ってなんだよ。25ってなんだ25分の1か。25分の1秒みたいです。で、横走り布巻くフォーカルプレーンシャッターになりますね。で、このね、ゾルキー 3S、実はね、大幅にシャッター速度が狂ってて、1000分の1秒でもね、600分の1ぐらいでしか切れない、状態になってたんですけどね。これがね、25分の1ですね。で、巻き上げてからシャッター速度を変えないと、壊れます。らしいです。これが1000分の1なんですけどね。でね、シャッター速度が遅いっていうのを分かってたんで、フォーカスは125、ISO125 のフィルムなんですけども、まあ、ざっくり100ぐらいで撮ったらいいかなと、思いまして、シャッター速度とね、絞りをね、設定してね、写真を撮ってきたんですね。で、これが大きな落とし穴でして、今夏ですよね。シャッター速度が遅くなる原因としてはね、油が固まってると。シャッターの膜軸の油が固まってシャッター速度が遅くなるパターンが多いんですけど、今夏なんでね、柔らかくなるんですね。で、
柔らかくなってシャッター速度が上がって、僕はシャッター速度遅いと思ってるんでね、全部ね、感度がアンダーになっちゃったんですね。そんなわけで成功作品がほとんどなかったんですけどね。一応ね、なんとか見れるのが9カットぐらいあったので、一応作例を紹介してまいりますね。ロシアのフィルム、ソ連のカメラ、どんな写りになったのか、ここからは作例になってまいります。はい、それでは作例ですが、ちょっとアンダーに映っているのがお分かりいただけますでしょうか。まあ、粒子も若干荒れ気味ということで、まあ、アンダーで撮るとね、粒子は荒れるんですけどもね。まあでもね、ハイコントラストになって逆にね、心地よい写真が出来上がってきたりもしてます。まあ、全く近い感じで映んなかった、カットもあったんですけどね。こちらもそうですが、平凡な写真ではありますが、ほんのりね、アンダーになっただけで随分違ってくるもんなんですね。これも本来はね、手前の、蛇口がね、綺麗に映ってて、後ろがね、白く飛んでる予定だったんですが、アンダーになってます。これもそうです。手前がもっと明るく映ってね、後ろが飛ぶ予定だったんですがね。まあ、これね、なんと申しますか、夏のいたずらというか、まあ、これはこれで良かったりするんですけどもね、一番最後だけ比較的まともに映ってるかなって感じですが。まあ、大半のカットが使えなかった。実は最下半のカットが使えなくて。で、これもね、多少はね、スキャナーの補正が入ってると思います。スキャナーがどうしても自動補正が入りますんでね、ドアンダーになったやつを持ち上げるみたいなね、まあ、プログラムは入ってると思いますんで、まあ、このまんまでもないと思うんでね、インガシーに実際にね、ダイレクトプリントしたらもっと良くない。写真が撮れてたかもしれません。フォーカスのフィルムね、これでもちょっと打ち止めになっちゃったんですが、まあ、このカメラね、撮ってて非常に楽しいので、まあ、精度が出てないのはオーバーホールして精度を出すか、カラーネガーフィルムを撮るか、カラーネガーで、ね、オーバーになってもね、全然平気なんでね、まあ、そういう対策もあります。で、これセットだったみたいでね、このゾルキー 3S とね、ジュピター8。まあ、このレンズはセットだったみたいなんですが、どうやら。非常にね、良い写りをします。これ、ジュピター8ね。初期のものは特にいい、らしいですが、まあ、後期のものもね、全然いいと思います。まあ、カールツアイスのね、ゾナーのコピーということで、レンズのね、構成は、素晴らしいです。でね、初期のものはね、ドイツの職人がね、製造にね、加わっていたのではないかということで、まあ、これ触ってみたらわかるんですけど、本当にね、滑らかに、すべてが滑らかに動くしね、指標通りにピタッと止まるんですね。無限遠とか解放がね、ピタッと止まるんで、本当にいい精度で、これ多分ドイツの職人が作ってるんじゃないかな、こんだけね、もうちょっと国産レンズではね、ありえないぐらい、ピントリングも滑らかに動きますし、精度が高いものになっておりますね。ジュピター8ね、結構安いと、そんなに高くないと思いますんで、L マウントのね、カメラを持っている方、もしくは L マウントのアダプターを持っている方はね、ぜひ使って見ていただきたい、レンズにはなっていきますね。はい、今日はこんな感じでね、パッとしない作例のね、動画になってきますけど、まあ、夏休みね、お盆休みにね、皆さん入っているということで、動画はね、どんどん上げていこうと思いまして、今回動画、作りました。はい、いかがだったでしょうか。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはガメラさんですね。おたきさん、こんにちは。視聴者の作品に投稿です。タイトルは金魚鉢。
使用機材、富士フィルム XT2、プラス、オートタクマ 55mmF に、このレンズ最近よく出てきますね。大阪の道島で開催中の金魚ミュージアムにて撮影、おたっきさんが絶賛の富岡オートタクマ 55mmF にで撮影してみました。デジタルですがいかがでしょうか。本当はペンタックス S2 でフィルム撮影の予定でしたが、直前にシャッター幕のリボンが切れてしまい、急遽マウントアダプターでデジタル撮影となってしまいました。残念で、リボン切れということで重整備になってしまいますね。で、写真なんですけど、これ多分開放なんだと思うんですけどね。まあ、ちょっと甘めの描写っていう感じですね。前ボケ、後ろボケともね、特に後ろボケがね、美しいものになっております。色調はね、この時代の、レンズとしては素晴らしいものになると思いますね。これ XT2 のね、マウントアダプターを介した、写真になってますが、XT2 は APS-C ということで 1.5 倍になるから 55mm ということは 77.5mm ぐらい。ざっくり。まあそんな感じになる。中望遠になっていくんでしょうけども。まあいい写りになっているとは思います。カメラさん、ありがとうございます。はい、次はね、どんぶりさんの、投稿ですね。中南おたきさん、こんにちは。ちょっと前になりますが、兵庫県三田市にあるアジサイ園を訪れましたら、年代物のベンチがありましたので、思わず撮影してしまいました。お目当てのアジサイの写真はイマイチでしたので、こちらの方を投稿させていただきます。もう一枚は、淡路花さじきにてのワンショット、ということのない写真ですが、人々とお花畑のバランスがなんとなく気に入りまして。2枚ともオリンパス OM2G 随行オート S1.450mm を使ってオートで撮影。フィルムは富士フィルムスペリアプレミアム400ですということですね。で、1枚目。これかなり年代物の便利です。これね。富士カラーってね。今、富士フィルム株式会社。昔は富士カラー株式会社だったのが、富士、わかんないですけどね。富士カラーってね。このベンチはね、昔よく見ましたよね。イメージとかで。で、2枚目なんですけど、本当に面白い写真になってるんですね。なんかね、ちょっとミニチュアっぽいね。変わった写真、面白い写真になってると思います。色彩も鮮やかですね。スペリアプレミアム400ということで、まあ、やや、ナチュラルカラーのフィルムではありますが、いい色に映っていると思います。はい、どんぶりさん、ありがとうございます。次は、一都市九さんの作品。今回は1枚みたいですね。タイトルは、水泡。カメラオリンパス OM10 随行 50mmF1.4、ケントメアパイン400で撮影されております。で、写真なんですけどもね、これ狙いは本当にいいんですよね。狙いはいいんですが、ちょっと絞り込めてなかったから、要は、よくわからない写真になってる。狙いは本当にいいと思うんですが、どうすれば良くなったかっていうのは、もう角度とか、例えば真上から撮るとか真下から撮るとか、なんかちょっと工夫したらね、アングルを変えたらもっと良い絵が撮れたはずです。もう一工夫頑張り、もう一頑張りですね。粒子はちょっと荒れているということで、なんか現像液はどうしても使い回してしまう。いわゆる貧乏症ってやつけど、僕も同じです。現像時間を、まあ、コントロールするっていうのがね、まず、なりますけど、現像液が劣化するとどうしても粒子は荒れやすくなるので、まあ、早めに交換するというのが、ベターかもしれませんね。はい、一都市九さん、ありがとうございます。次はね、一路さんの投稿ですね。おたきさん、お疲れ様です。いつも楽しい動画ありがとうございます。お題はスカイブルー。カメラニコン D40。レンズは月間キャパーを参考にした自作レンズ。ニコール 200mm の強度にミノルタクローズアップレンズ、ナンバー1とクエンコークローズアップレンズナンバー3をつけた、200mmF4AI 回です。開放でのソフトフォーカスが特徴です。もちろん F4 から F32 まで使えます。1985年10月6日自作と、記録ノートにありました。そんな古い時代に作ったんですね。 APS-C なので 300mm になります。 CCD 撮って出しですということですね。で、写真なんですけどね、これ結構ね、ほんわり、甘い感じなんですけど、その奥にしっかり骨がある描写で、これ非常に面白いですね。クローズアップレンズを重ねて、こんなね、写真が、撮れるとは素晴らしい。でね、こんな感じのレンズになるんです
ね、オートニッコールのね、200mmF4 なら私も持っていますが、ちょっとタイプが違うな。まあ、描写は非常に面白いと思います。このレンズで撮り込んだら結構面白い写真どんどん撮れていきそうな気がしますね。モノクロでも撮ってみたいところかな。ニッコールなんでね、F マウントなんでフィルムでも十分撮れますんでね。はい、イチローさんありがとうございます。次がね、のりかずさんでいいかな。お疲れ様です。なんとなく眠れなくて夜中の3時半頃から起き出して、近所の嵐山をブラブラしたついでにデジカメを持ち出して撮影してきました。カメラニコン D7000、レンズはズームニッコール 3570F3.3 から4.5。とにかく手ぶれしないよう感度をバリバリに上げて撮ってるのでノイズは多めになります。タイトルは竹林の中の朝焼け。よろしくお願いしますということ で作品なんですけどもね。これもうちょっといいところから撮れても面白かったかもしれませんが、結構いい感じには撮れてると思います。感度バリバリに上げていくことでノイズが多いのはもう仕方ないですね。まあ、歩いて三脚なしで行ったということでしょうけど、まあ三脚できれば欲しかったかなーって感じですね。もうちょっとね、シャドウ部分を減らした方がいいのかな。なんとも難しいところですが、ちょっと難しいな。こんな感じかな。こんな感じですかね。ちょっと難しいですがね。まあ、ついでに撮った割にはね、いい感じで、撮れてると思います。のりかずさん、ありがとうございます。はい、今日のね、作品投稿はここまで、5名紹介しましたが、実はこれで紹介しきりました。今、投稿待ち、紹介待ちは残っておりません。今待ってる人はね、漏れてるんでね、DM ください。っていうかね、紹介しきったのはほんと何年ぶり、1年ぶり、2年ぶり、ちょっとわかんないですが、いつぶりだろうね、全部紹介しきりましたので、またね、作品投稿ね、ございましたら、ぜひぜひ投稿してください。中年オタッキー、本赤の方が受け付けておりますね。で、ここからはね、カメラ、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日は2名紹介しますね。まずはね、初投稿ですね、 KO さんから。俺のカメラのコーナーに応募します。配信をいつも楽しく拝見しております。防水カメラと海は相性抜群だと思いまして投稿させていただきました。これからもフィルムカメラのマニアックで楽しい番組を作ってください。よろしくお願いしますということですね。これね、僕ちょっと初めて見るカメラなんですがね、富士カ HDS って、これ防水カメラ、水中でも撮れるかな。ちょっと情報はっきり把握してないんですけどもね。レンズはね、38mmF2.8 ということで、多分ね、他の富士カと同じレンズにはなると思うんですけどね。つまり映りはいいということで、映りが良くて防水カメラ。ただその古いんでね、その防水が今効くかどうかは、微妙にはなってくるでしょうけどね。面白いカメラですね。ミノルタとかもね、防水カメラとか、結構ね、ヤフオクで狙ってたりするんですけど、高すぎてちょっと手が出ないところでありますね。船とカメラの、構図バッチリでございました。ケオさんありがとうございます。次はね、ガメラさんの俺のカメラ。オタッキーさん、こんにちは。今回は俺のカメラの投稿です。アーガス C3 です。1938年製で今から83年前のカメラです。でもなかなかの描写に驚きました。作例も添付しますねということですね。でね、アーガスっていうカメラね、これね、もう本当にね、アンバコにレンズつけただけっていう佇まいですが、レンズはこれ、よくわからないな、アーガスコーテッド、なんて書いてあるんだろう、わかんないですけどね。でね、長さ 50mmF3.5 ということで、エルマーかテッサのあたりのコピーにもしかしたらなるかもしれませんね。でね、エルマーコ、テッサのコピーだったら、まあ、作例は当然良いものになるでしょうけど、かなりの写りですね。これ相当な写りだと思いますね。色も悪くないですね。解像度も素晴らしい。申し分ない。これなんかこの、イラストは、
見覚えがあるかな、長野かな、これフォトライブの中田さんが撮った写真にちょっと出てきたような気がしますが、まあそんなわけでね、俺のカメラのコーナー、ありがとう、ガメラさんありがとうございますは、まあ、ここまで、ここからはね、やったやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったコーナー、これデラウマさんの投稿なんですけどね、これ教えてオタッキーさんの方の投稿とかもいろいろあって、飛んじゃってますね、順番が多分、すんません、やったやっちまったコーナーに投稿です。あ、これ俺のカメラやったに投稿しますけど、やったやっちまったで紹介しますね。オークションでジャンクで出ていた F5、ニコン F5 ですね、オブジェにと思い込み、1万円程度、1万円ほどで即決爆発。電池を入れてみたら液晶がついた。生きてる。シャッターボタン欠損で切れない。あれこれしてたら馬車、生きてる。ということで、シャッター切れるんですね。他にも6000円、8000円あったんですが、どうせメンテナンス出さなきゃ信頼できないだろうってなわけで、一番安いジャンクに決定した、あ、6万円、8万円か。決定したわけです。シャッターボタン欠損ですが、縦位置専用カメラで使えそうです。ということなんですがね。これ、ボタンなんとかならないのかな ?F5 のボタンってニコン持ってないのかな、まあ、キートスさんあたりに相談したらもしかしたら治るんじゃないですか。シャッターボタンね。早い目がいいですね、F5。製造しても結構なりますんで。ニコンは結構部品持ってるんでね、もしかしたらボタンあるかもしれませんが、動画をね、見てて、ご存知ある方、もしかしたら部品がね、ここにあるよとかね、存知ある方は、コメントの方でね、お願いできればと思います。はい、今日のやった、やっちまったコーナーはここまで。ここからはね、教えてオタッキーのコーナーになります。はい、教えてオタッキーのコーナー。今日はね、デラウマさん、またしてもデラウマさんの、今度教えてオタッキーのコーナーです。教えてちょうだい、オタッキーさん、4代目まである、初代 SR1、千代田光学ですが、現像してみると、ほぼ全コマに光が当たらない斜めの帯。これは何だろうです。遮光漏れなら黒い帯でしょうが、透明な帯です。シャッターの前後、マックスピードの関係かな、わからんということなんですけどね。はっきり言って僕もわかんなかったんですけど、こんな状態ですね。もう全コマに斜めの線が入っております。まあ何かがね、前を、シャッターの前を横切ってると。で、何かが前を横切ってるならね、もうミラーぐらいしかないですね。で、ミラーと考えました。でね、2枚目をね、これ見たらね、何コマかね、斜め線だけじゃなくてね、下、下もね、塞がってるやつがあるんですね。もうこれで、これはミラーだろうっていうことを、確信しましてね、デラウマさんに、DM を送りました。これはもしかしたらミラーかもよって。ということで、デラウマさんはね、ミラーの、ご指導の通りミラー部の関係ありそうなところに爪楊枝で注意しました。フィルム詰めて適当に撮ってきたんですが、ミラーによる遮光は出ない現像結果です。まともなフィルムでいい感じですということで、ありがとうございました。トラブル解消ということになりました。教えてオタッキーさんのコーナーでね、一回でちょっと完結させてしまいましたが、このような現象が出るときはミラーの駆動が、おかしくなっている可能性が高いということで、フルメカカメラでもね、電子カメラでもそうですけどね、結構注意で直っちゃうかもしれませんが、まあ、厳密にはね、オーバーホールとか出した方がいいかもしれませんがね、まあ、中で治っていくんだったらね、もうそれに越したことはないということで、まあ、昔のね、まあ、これは、中学、ミノルタ SR1 ですけど、ペンタックスのね、SP とか、まあ、あの辺でもね、簡単に治る場合があると思いますのでね、もしこういう現象が出た方は、ミラー駆動部、ね、怪しいあたりに注意してみると、そういうことになっていくと思います。もちろん、自己責任で。というわけでね、今日の動画は終わっていきます。いかがだったでしょうか。で、来週の動画なんですけどね、ライブとかも挟むとは思いますが、多分ね、富士カの、プラカメの紹介か、まあ、結構いろんなカメラで撮り上がってきてるんですよね。こいつでも撮り切りましたけどね。これはミノルタのね、ハイマチックですね。
と、それも取り上がったんですけど、まだ現像が終わってないんで、もし失敗してたらね、動画にできないんでね、まあ来週の動画ちょっとね、何になるかわかりませんが、まあ交互期待ってことですね。でね、お盆になっております。結構たくさんの人がね、バンバン移動しておりますがね、感染爆発中ということを決して忘れずに、移動はね、そこまでリスクは、特にね、自動車での移動はリスクはないです。移動先で飲食したりね、お酒を飲んだりとか、まあそういう行動でね、感染が、広がりますんでね、十分注意してということで。で、今回広がってるのはデルタ株なんで、移動にも多少のリスクがあるということで、十分ね、皆様お気をつけて、お休みを楽しんでください。はい、今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。